さあ、それじゃあですね、方言ニュースいってみましょうか。今日の担当は植地和夫さんです。よろしくお願いします。はい、最後そうよ。動画上かなてうわちみせみ。さて、昼夜8月の31日、8月中まで、あちゃから今月、平文やびんやさい。たった、父の灰や馬の灰に、のんかし言葉の、若いねえなといびっさ。旧暦、うちの組合長や8月の5日にあたといびん。と、中琉球新報の記事から、うちのニュースうちてさびら。中のニュースを、学校と家庭をスマホでつなぐ、でのニュース、やいびん、ゆでなびら。浦添市は、このほど、小中学校と家庭をつなぐツール、手だっこプラスの試験運用を始めました。浦添市、浦市や、この、くんど、小中学校と家庭、地名、ちなじるツール、道具とし、手だっこプラス、試しに近い始めやびたん、試験運用を始めました。手だっこプラスは、学校側からのお知らせや、保護者からの子供の欠席届けなどについて、スマートフォンやタブレットを通じて、保護者と学校側が双方向でやり取りできるツールです。この手だっこプラスの理由性、学校からの知らし、また保護者、親のチャーから、わらびが中や学校、八島地君総理での欠席届け、学校課議員について、スマートフォンとかタブレットから、親と学校が、たところから話のなゆる道具やいびん。手始めに、浦添小学校は、先月中旬から試験運用を開始しており、港川小学校や上森中学校も近く運用を始めます。まじはじめに、手始めに、浦市小学校が、先月9日の中頃から試し認知、誓い始めとおい、港川小学校、上森中学校、このうち中へうの手だっこプラス誓い始めやびん。手だっこプラスを利用するには、事前の登録が必要です。この手だっこプラス誓えるために、メーカーにての事前の登録、のうじぬしらんとないびらん。登録したスマホに、学校側から連絡が直接来るため、保護者は、プリントの紛失や見逃しなどが防げるとともに、欠席や早退の連絡が簡単にできる利点があります。登録しの農事主たるスマホン会や学校からの連絡知らしの親家すぐにちゅうるために、保護者は親や学校からのすりむん、知らしのカビ、ねんなちゃい、自販ちゃいすることの、不しじることのないん、なゆい、また売りから、学校かぎたい、欠席、学校かぎたい、早退、平あがいしみる知らしが、どうやしく簡単ごわに、悩んでいる、いいところの相びん。一方、学校側は、これまで以上に、きめ細かな情報を保護者に直接発信できるほか、プリント制作の手間がなくなったり、欠席連絡の対応時間が短縮されたりするなど、教員側の負担軽減も期待されます。一方、学校とせくりまでやかん、ナーフィンと異性にくましいいろんなお知らせ、知らし、親のちゃんけ、すぐ知らされることのないる負荷に、プリント、しりむん、ちくいる手間ひまん、いらんなて、欠席連絡、学校限る連絡人、
慰霊品とする時間ん、陰着なゆい、センシータの宿賃軽くなゆんち、チムラットウェビン、期待されています。試験運用を開始している学校側と、その保護者からは、連絡が早くなった、などの好意的な意見が寄せられているということで、市は、早ければ年度内にも、市内すべての小中学校に導入する考えで、将来的には、保育園などにも広げたい考えです。試験運用、生、試しに近通ろうの学校と、この上のチャーからや、連絡、知らしの平くなたん、うち、上等での一員のゆしらっとい、でのことさに、浦添市や、浦市や、平成年年度内に、この浦市のしびての小中学校が近寄ることにする歓迎相違、また、この後からや、保育園なぎに力りるよう、ひるぎる歓迎相違便。中や学校と家庭をスマホでつなぐでのニュース。29日の琉球新報の記事から落ちてさびったん。また、あちゃ、ゆしりやびら、にへいでびる。はい、どうもありがとうございました。今日の担当は、植地和夫さんでした。